おはようございます。デチャオ編集部の太蔵です。始まりました道のく一人旅第3回目でございます。よっ、デチャオの爆弾は、早いな。まあもう5月ですよ。やっぱ暑くなってきてももう暑いですよ。もう脇汗もう、早いどうもー、デチャオ編集部源氏です。早いですよ。今回は福島まで、早いですよ。あのメガンテに巻き込まれてきました。いろいろ流れが福島まで来ましたよ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今回のホールさんが福島県南相馬市にありますセントラルメガステージ1000南相馬店でございます。こちらみちのく一人旅は知ってるよ。ありがとうございます。毎回なんか先生的なやつでしょ。はい。これは何を教えればいいの、ヒゲさん。ないでしょ、特に教えること。勝負してください。怖い怖い。お願いします。メガってかと思った。怖い。勝負してください。何の勝負すんの。パチンコの勝負です。大丈夫？パチンコの勝負です。パチンコの勝負です。やっちゃうぞ。でもなんか、はい、俺常連さんとかねもう結構話してたんだけど、早いです。今日スロットすげえ強いですよって言ってたよ。いや分かってない。甘いっすよ。うわ、さすが。甘い。きっちりで東北のホールを調べ尽くした当たり前じゃないですか。東北編集部員の太蔵様からすれば今日はパチンコで間違いない。パチンコでもやれます。やれます。見せていただきましょう。今日結構な方いらっしゃってますけども、はい、もう半分はパチンコ来ます。いや意外と気づいてない人。あら、知らない。そうなんですよ。まだ分かんないですけどね。今日この動画で教えてやろうと。そう、わかりました。見といてくださいよ。急な話ですけど、パチンコ勝負ということでよろしいですね。パチンコ勝負です。はい、わかりました、はい。いいですか。普通にシンプルな定まり。定まりいきましょう。わかりました、はい。シンプルに。機種は好きに打っていい。好きな機種を。自分ももう好きな機種を打たせてもらいますので。いつも通りのこう時間ぐらい。はい、いつも通り。そうですね。わかりました。わかりました。はい、いつも通りの。わかりました。ありがとうございます。今回せっかく福島まで遊びに来ましたんで、はい、太蔵くんのこの道のく一人旅で、ヒゲンジンと太蔵のパチンコバトル、はい、やっていきましょう。しゃー。しはい、わかりました。負けないからね。いいですか。勝ったら負けどうなるとかよく聞いてないけど。まあ、というわけで、後々、後々教えていきましょう。そろそろちょっともう抽選のお時間なんで。そうですね。もうみなさん動き始めてますから、はい、抽選大事ですか。パチンコ行く方もいらっしゃるかもしれないですからね。確かに分かりました。何が起きるか分かりました。じゃあこの後抽選ですよ。はい、はい、おはようございます。行きましょう。抽選でございます。今日こそ69。こうじゃ、今日こうじゃなくてこう。ずっぽし69。あー、花いきます。花ない。あります。行きましょう。行きます。え、おお、いや、やっしゃい。行ってきます。おはようございます。おはようございます。え、すごい。スロットコーナーも行きたいんですけど、言ってたようにパチンココーナーを。いやー、北斗もそう思ってたんですけど、ちょっと決めてました。こちら、シンガロで。こちらで行きたいと思います。頑張ります。おはようございます。いい天気ですね。消毒しましょうね。はい、おはようございます。まあ、パチンコで、あまり勝手のわからないお店で短時間勝負の場合は基本的にまず前日に回ってる U タイム台を月台を打つにして前日が見えるね。いいねって簡単に2、8、9、150、166、364、364が2台だね。364どっちがいい。2択好きなの選んでいいよ。じゃあカメラさんに選んでもらって、こっちで同じ全くぴったし同じ回転数だからさ。で一つ選んだ理由が U タイム付きの一番回転数回ってるってことと、あとは時間が短いんで安定感のある 100% ステイっていうのがやっぱいいからね。だからこういうところもちょっと教えてあげようかな。こういうそのね、対決する時の条件によって取る台が変わってくるんだよと。はい、これでもクソ負けたらかっこ悪いけどね。その時はしょうがないよ。楽しみましょう。いました、いました、いました。とある撮ってますね、ヒゲさん。早速見に来てんの。最近ね、あの、はい、ハマってんのと、はい、あと全国的に見て状況がいいのと、はい、なるほどなるほど。まあまあ他の理由は大人の理由言えねえな。気になる。行きましょう、行きましょう、はい、行きましょう。さあさあさあ、時間少ないんでやっていきましょうよ。ヒゲさん、はいよ。準備整いましたか。いや、もう打ってます。あー、打ってんですね。もう打ってんだ。あ、じゃあ自分もスタートいたします。そういうもんだよ。わかりました、はい、行かせてもらいます。
太蔵ちゃんさ、はい、打ち始めて早速なんですけども、はい、ちょっと質問がございまして。ありがとうございます。今日の収録ホールには太蔵ちゃんはよく来るんですか？自分は今まで2回来たことあります。なんかすごい知ってる程度だったんですか、オープニングで。やっぱユーザーさんと話す機会は自分特に多いので、ユーザーさんからいろいろな情報とかは聞いてます。仙台にいて福島の情報まで入ってくるんですね。全然入ってきますね。やっぱ宮城からも福島行く方もいらっしゃいますし、やっぱ近いんで、南相馬は特に仙台寄りな地域なので。俺黒子ちゃんの下着のセンサー好きなんだよな。水着とかすごい面積が少ないじゃないですか。俺は割と面積少ない下着水着のタグが好きですよ。太蔵ちゃん、はい、太蔵ちゃんはあの女性の下着はどういうのが好みですか？女性の下着はもうドノーマルがいいですね。ドノーマル、どういうやつ？ドノーマルは、はい、どういう白の普通の面ってこと？いやもう白、色は何でもいいですけど、ティーバッグがあんま好きじゃないですよ。ティーバッグってあんまり言えないですから、ね、どういうこと？動画的に全然大丈夫だよ。ティーバッグかなんかその汚らしいものみたいな言い方するなよ好きで履いてらっしゃる方いっぱいいるよお尻に出るラインとかを気にする方だからタイトな服とか着るときとかによく履くんだよ。ああなるほど。あの着物とかの時もティーの方が絶対後出ないしさ。なんかだからそんないやらしいものじゃないよ。そんなそれ性的な対象で見んじゃねえよ逆にいやらしいもんだと思ってました今まで、今日まで。そのちょっと偏見もなくします。いやらしいものが嫌いなの？なんかそのあんま、そうですね。いやらしいものが嫌いな男性で俺生まれて初めて会ったよ。いやいや、まあ、コッチさんめちゃくちゃいやらしいこと好きだぞ。いやらしいっていう前俺紙面作っててコッチさんずーっと夜中あの出張のやつ見てるよお前サイト出張のサイト大丈夫ですかこんなところで普通に行っちゃって羨ましい。関さん、うわーと残馬券出てる隣。うわーマジか自分以外全員初当たり取りましたいやこれは流れ来てますよ。流れ来てるんで、いや俺この間のシンプルモードの方が好きかもな。まあまあみんな好きだよね。いろんな台でそうしちゃうもんね。あーもうこんなお湯変わったっけ。ちょっともう俺ねあのシンプルモードの体になっちゃったもんあの当たりをサクサクしゃくでいきたいんで。ああなるほど。2人ともシンプルモードできました、はい、でもさ最近いろんな台でみんなシンプル系のこういうちょっとね期待度アップ系のカスタムする人多いよね、まあ、最近の主流といえるかさ。あんまりガチャガチャ騒がなくてもいいですよミドルでもみたいな風になってきた感じじゃない。そういうとね今日ちょうど太蔵がガロ打ってるでしょ。はい。俺新しいガロもさ、はいはいはい、ショールーム収録したんだけど、はい、あのマジで初代の、ね、ガロに近い演出の流れというか。うわ本当ですか。めっちゃシンプルで、はいはい、俺自体がガロシリーズあんま打ってないんだけどさ、はい、初代はちょっと打ってたんだよ、はいはいはい、だからもう初打ちで結構分かったんだな。ああ本当ですか。でもまあガロ 81% だからさ、その 1% がどう、うん、あとね演出は右打ち中もすげえ楽しかった。あ本当ですか。サクサクさんあってもうコンスタントに消化できてる。終わった後にまだ球が出てるタイプの人だから。ああなるほどなるほど、うん、だからビッグドリームとかが好きだったんだよ。チリちゃんとか俺も好きだったんだけど、あの大当たりで結構続いた後って、はい、もう終わってんのに今席立てないで球が出続けて、はい、あれが大きそうな棋士だからね。ああ早いんすね。じゃあ本当に速さもそうだけどね、なんかその爽快感というのすごかったな、はい、なるほど。初代ライクの演出のなんかその期待度のバランス、はい、あれなんか懐かしくてよかったけどな。うわそう言われるとなおさら打ってみたいですよ、ね、早く。1万円打ち終わりました。2万円目入ります。ただいま回転数は196回転ですね。さあ私も1本終わりました、179、2枚目いきましょう。
お互いハマってる状況なら絶対俺のが有利だからね。泰造前日の回転数いくつよ。270ぐらいでした。おう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 、おあとあと、いやまあそこまで、ね、あれシンガルの U タイムっていくつだっけ。普通に950いくつ。900です。900、はい、あ900、はい、こっち800だから破壊力はあるのでシンガロももちろん何も起きないんじゃん。こっち安定感あるから安定100%ST は強すぎです。安定感は本当あります。まあ、さあこれなんで楽曲しか来ない、楽曲しか選んでんの見たことないまである。まあそんな打ってないですけど、え赤まで行っちゃう。え、これはちょっと期待しますね。ちょっとこれ243回転、これうわー残打券じゃない。シェーイ243回転当たりました。ヒゲさん、まずは入れること。え、あんなんで当たんだ。初めてパターン。やっぱ最初のボタンプッシュ、ボタンが赤が強かったんですかね。楽曲で当たるのは初めて見ました。まだこっからチャンスありますからね。このシンガロパト24万分の1だ。まだこれで当てたことないんですよね。シンガロパトで今日がその日かもしれない。あるよあるよ。あーよっしゃーよっしゃーやったーよし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 、いただきました。残り898回転、まあ、900回転ついてきます。シンガロパト入れましたね。来るか、ちょっと、はいはい、まあいけるでしょ。アグトゥンギス、いやでも青でも行くときは全然行くんで、はい、あ当たった、ほらほら青で当たんないと思ってた。353回転ですね。よしこっからです。これで1500発。うわかっこいい。この音は この音がたまんないんですよ。このガロスラッシュボーナスドラーっていうプルルルが言えないんですけど、この始まりの音がなカットみたいな。よし、いや、これは取ったわ。これは取りましたね。
ザンバケン、いらっしゃい、いらっしゃい、89回転です。よし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 、こうやって続けるのが大事。 70% で10ラウンド、10ラウンドゲット、全部10ラウンドでいい。よしこの遅いの気持ちよすぎる。この音やばいな、ほんと。バトちゃん、はい、今日さ、なんでバトルしたかったの？ちょっと聞いてなかったけど。いや、でも自分ってそのキャラってないと思ってるんですよ、自分の中で。まあ、なんもないと、体操といえばでしょ。そうです、その表に出る体操としてね。はい、体操といえばこうだみたいなね。そうなんですよ。それが空気が読めないとかあるよ。まあ、その悪い方ではあります。そのポンコツキャラってのはあるんですけど。ちょっと待ってください。どうしたの今。当たりそう、当たってくれ。ガロケン押し込む、よっしゃい。しほら、タイミング悪い。ほら、すいません。59回転また7だ。やった、 70% 取れてる。タイミング悪いも極めれば絶対いい武器になるぜ。また体操はみたいな。あ、この音ハハハ、熱される。よし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 。あ、でもなんかそれ違う武器が欲しいとかもキャラじゃなくて。そうなんですよ。なんで、まあ、ヒゲさんとも正直に東京と自分仙台で会う機会もそこまで頻度高くないですし、まあ、今回も久々に会えたってことで、非現人に勝つ男って、非現人に勝った男、それでいこうかな。あ、キャッチフレーズがね。そう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 、非現人に勝った、あの非現人に勝ちました的な、はい、あの非現人そんなこと勝負しなくても言ってくれればずっと言っていいよ常に。いや、でもその証拠をここで見せようかなって。事前に言ってくれれば、はい、もうちょいなんか負けそうな気象って。まあ後から言って申し訳ない。さあ、ほらもう流れは来てるんですよ。赤堀が来ました。だからライジ、あの柴田さんのライジン無敗の男みたいな、 ああいう感じで。はい、はい、そうです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 。俺そんな価値ないぜ。いいの？いや、ありますよ、あります。と僕ヒゲさんに勝ったことありますからねみたいな、そういうことね。もう勝ったら自分ずっと言ってますから。俺はヒゲンジンに改造圧倒ヒゲンジンに勝った男みたいな。勝った男。ちょっと考えたらちょっとうぜえな。結果トータルうざキャラじゃねえか。まあ、そこにやっぱつながるんですね、うざキャラってところに。結局さあ、内容次第よ。しかも緑ついてるからね、もうすでに保留変化が欲しい。よし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 、赤まで飛べ、赤まで飛べ、赤まで飛べ。てかシンプルモードやん、これ当たったやん。ありがとうございます。忘れた、シンプルモードでした。さあ、発展先はもう関係ないです、大丈夫でございます、はい、何も出なくてももう当たります。ただあのゲイコータの緑保留が入賞時に出たやつだったのが何だったのかがちょっと見えてなかったんですけど、あの前に出たヒゲノリでも言いましたけど、入賞時の保留変化はリバンとか外したことはないんで、シンプルモードの時のね。白イルム視点1投は煽りだけ、あ、いった、キン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 、あ、もう絶対大丈夫です。中イルム大丈夫ですね。後半で強くなりました。デバイスも出そうですね、触ってみる。さあ、もうメモって押してみましょう。あ、音が音が音が使えない、実着しましょう。はい、316回転、投資の方が9000円、言った通り、とあるですから 100%ST チャンス到来です。さあ、つかないんだこっち。さらなーいと、ありがとうございます。なんとかいけましたね。
19を。まあまあまあ朝一なんで一発目だから5000発くらいにしておきます。とりあえずこっち消えて。ああ消えない。あ緑いいよ。ああやばい。67回転 OK です。 OK です。でやばい全部取ってる。すごい全部10ラウンド。あ出た出た。これ3ラウンドのやつや。はいはいはい来ましたね。これ3ラウンドですね多分。3ラウンドしか見たことないんですよ。あやっぱもう3ラウンドなんだよな。まあ OK です。 OK です。23回転魔界チャージ。やばい、エクストラボーナスや。すごっ。いやいや、また10ラウンドや。あ、ああやっていくんだ。やばい、初めて見れる演出ばっかで今日最高っすね。万発いきたいですね。あと2回出た。これはね、大原舞ちゃんが好きなテンポ殺し、リミットブレイクの時にね一瞬カウントに間が空くよねっていうね、好きよね、こう数えんだってこうやって。わかる俺も。キュイキュイ言った。あーぶちゅー。ほんとこれなのよね。あーこれ人気あります人気あります、はい、時代は問わるんです。スタートとしていいんじゃないですか。リミットブレイクリミットブレイクですよ。そろそろ演出も見せたいですからね、まあ、パチンコ番組なんで一回抜けていただかないともう困っちゃうんです。番組にならないでしょ。あー俺ばっか映っちゃうブラックアウトしたら。ありがとうございます。見えなくなってきた。37回転です。はい、何回転です。やばい毎回反応した。画面上では9500発超えましたね。あと1回。泰造はさ、はい、素直な感想、素直に質問していい。素直な質問ですか。そうそうそう、はい、なんかその人の上に立ちたいとかそういうなんかそのお金持ちに例えばなりたいとかさ、はい、偉くなりたいとかそういう欲が割と強いの。ありますね。 あるんだ。
そうだろうね、だって勝ってなんか現人より上ですみたいな称号が欲しいみたいないやまあまあそうそう、勝ったってやっぱ友達とかでも言えるじゃないですか、うん、現人と楽しく打ったって言ってくれる男になってほしいな俺。ああ。俺はな。なるほど、うん、これでよくないですか、非現人と楽しく打ってなおかつ勝った、どうしても勝ちたいんだな、もう優劣をつけたいんだなラスト。いやー、お疲れ様、7連で9585発ですが、ですがなんですよ。ラスト。まあしょうがないです。いや悔しい、満発いけなかった畜生。初ミドル？初ミドルだね。30秒いきますね。来ましたミドル。ここでアップにならない。頼む頼む頼む。30秒経った。ならない。ならない。はい、いいね、いった。うわ、ロングいった。オッケー。はい、ありがとうございます。箱ください。110回転です。はーい。面白いなー。ほとんど10ラウンドだよな。なんかさ、70% って感じしなくない？トワルってマジで 85% ぐらいありそうなくらい10ラウンド出ないでね。もうすぐ5先発でございますけども、さすがなんていうかで、今回ねインデックス取った理由、初めに言ったその 100%ST っていうのと U タイムが浅いっていう安定感と、それだけじゃなくて今日ね収録させていただいてるお店がさ、増大してんだよね。で、泰造にパチンコやりますよって言われて、その後にこう見たんで、岸高生さん、パチンコの。そしたら一番上にニューで来てたからさ、このタイミングでこの時間だけ時間だった岸、相談してるってことは、やっぱお店が押そうとしてる証拠だからさ、そういうところもやっぱり攻めていきたいよね。だから知らないお店でも、まあ何かしらね、こう、安牌で置きに行くための要素っていうのは、いっぱいいろんなところに今あるからさ、これだけ SNS とかも発展してるとね、調べればもしかしたらいろいろ出てくるかもしれないしね。ググっただけでもそんだけわかるからさ。あーかかかかか来た、オッケーオッケー。体感上サブ1ぐらい分かってただけで当たる。本当の期待なんだろうけど、俺の体感な。あ、秒数数に忘れた。でもまあ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 、これで緑だと思うんで、3下まで来ました。アップになってもいい、オッケー、オッケーです。風等はなし、まあそっちでしょうね、久々に、うん、いっちゃうならいっちゃう。あーまあそうでしょうね、大体何かしら絡んでますからね。もうさあ1回転、最近1回転多いんですよ。あきましたよ。俺目標が5000発って言っておりましたが、最終的にこちら、はい、7566束。何度でも歯向かってやる。そしてこのラスト4回転の残保留が割とですからね。ここ気持ちいいんですよね、当たるとね。7? あーびっくりした、あーびっくりしたね、最後7点かと思ったね。あー打ちましょう。こんだけね、やっぱワンチャンあって 100%SP ですからね。だからこの後もう一回、さらにもう一回もとあるありそうだけどな、稼働としてね。でね、もう一個とあるを押せる理由がありまして、
パチンコもスロットもなんかその当たりが続いてるメーカーさんってボックスになったりしてさ、まあまあパチンコの場合がスペックが結構分かれてるからあれだけど、なんかこう強く押してもらえる要素の一つになるわけね。今富士商事さんの台相当当たってる台多いからさ、アリアもそうだしさ、そうだから富士商事さんの寝台なんかはね、割とこうお店が強く扱ってそこそこ良さそうに見える要素があれば扱ってくれる可能性は高い、うん、それがこのトワールとかね、今動いてる台のこセム会とかでボックス作られた日には多少期待していいと思うんですよ。新装の時とかそういうの頭に入れておくとね、結構立ち回りで自分の家の周りのホールとかで見てみて、やっぱり、ね、勢いのあるメーカーさんに便乗したいとかね、お店にもあるわけよ。あれいつ演出始まった、先読みだった、全然見てなかったなワンチャンあるじゃないですか。あー、キン、この2人人気あるもんな、ほんとな。そんなにね、あの、殺気として強いものなかったですけども、あ、行くんじゃない、ヨハネ行ったね。期待度ピンキリエンス、行った瞬間ドキドキできるよな、めった行かないから。ここはまあ俺はあんま気にしないんだよな。あー、ダメだよダメだよ、この後のが重要なんだよな。ここ保留変化なかったらもうダメでしょうね、シンプルなんだよ。頼む、あー、弱い、これにぎやかしパターン、もうほんとピンキーよな、これが。金文字まで出てましたが、にぎやかしの可能性がまあ6割5分。文字変化もあった、タイトル変化もあった、普通に考えたらすごい強い。イルミは赤、ニコト、ステンシトまで行っちゃう。うわ、赤もう一発か、これちょっと強いんだけどな。ここもチャンスアップ使ってねえもんな。シンプルモードで先読みと保留変化なしで当たるかもね。五分五分ぐらいまで来たんじゃない。うわ、ここでスカルナイドし、これは残れば勝ち、残れば勝ち。あー、負けた負けた負けた、くそ、今の煽りはいらなかった、ない方がドキドキできた。くそ、一気に1割まで落ちてきたけど、ボーンって、くそ。はい、前半戦終了となります、ありがとうございます。自分はですね、とりあえず投資が13本で、回収の方が今だいたい7000発ぐらいですね。まあ、ヒゲさんにもちょっとちょびっとだけプラスっていうのと、ちょっと負けてるから後半も頑張るぞ、頑張りましょう、自分も頑張るので。さあ、ただ大度しようかな、ちょっとね、あんまりご機嫌ではなさそうでございますので。さあ、というわけで後半戦は私ヒゲンジンが一体何の台に移動するのかも楽しみにしていただければなと。お時間の方ももうあと 1時間ぐらいしかないですからね初当たりを1時間で引けそう、さらにこのちょっとした差をまくれそう、まあいろいろ考えてみます。わかりました。まあ、自分はちょっと作戦言うと、もうガロ続行で台の調子もいいですし、あと1回ラッシュ入れればもう勝ちは見えるのかなっていう状況なので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。一周回ってゲンさん行く319、デリデリいいな、バランスよくね、そう考えたらこの子はバランスいいんじゃない。そうな回転数を消化したんですけど、やっぱこの台の調子はいいですね、正直。